こんにちは。今回はゴールデンカムイ第46話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。いつの間にか元気になってる二階堂。出た、二階堂の義手の話。いたずらっ子の笑いをする小糸くん。工事現場みたいな音してたな。二階堂の度胸試し。この空間カオスだな。ハムはムステルコイと小井監督買ったからアニメで見れてもなんか可愛すぎてニヤニヤ止まんないわ。コイトをまた金取られてんのか。コイトを早速巻き上げられてて可愛い。普通に生き生きしてるインカラマ。なんで羊羹？羊羹みっちみちに詰めるの嫌がらせレベル高い。この羊羹もう食べたくない。二階堂とコイト小井最高かよ。このコントのようなスタートが信じられないような一話になるんでしょう。胸がでかいな源次郎ちゃん。頭打たれても死なない。おかしい。次始めは本当に死ぬのか。封印のテーマである。え、なんで先生ここにいるの。恐怖しかない産婦人科。 CV 大原さやかさんだけど中身はジジイ。家永母売り二つやんけ。家永めちゃめちゃいい女の声。この大原さやかはサイコパスカニバリスト殺人鬼女装ジーです。この人対バン食うつもりだよ。源次郎ちゃん会えたね。よかった。ブンシーフィーのとまみこのヒロイン力。のとさんボイスはほんまにずるい。この人も食ってるやん。お尻と胃がムチムチで毛深いエッチな男。何も言い逃れできない身体的特徴である。とんでもない情報が街に溢れてる。谷垣、谷垣の特定ポイントがあんまりすぎる。作中人物からもセクシー担当だと思われてる谷垣。スケベクマクマクマベアーちゃん。素敵な笑顔だインカラマ。ここで乗ってきた馬を見られる谷垣痛恨のミス。月島は一度超風呂で失敗してるからな。細部まで描き込まれている。ターミネーターが来る。フェイント、月島分層さすがすぎる。月島フィジカル割と強いからな。やはりできる男だな月島。ここら辺の月島ほんま怖い。注射きた。敵キャラが味方になる展開熱いよね。家永久しぶりに出てきたと思ったら、どんなクズでも最後に見せてくれるんだよな。月島は一番人当たり良さそうなのに鶴見注意が絡むと人が変わる。月島の目が死んでいる。この薬は2時間は動けません。動けないとは言ってない。家永の最後もかなり衝撃的だった。ここで家永が死ぬとは思わなかったな。あれだけひどいことしてきたのに家永さんなりの思いを貫いたんだよね。家永のお腹が膨らんでいるように見えるのも辛い。恋と勝意がまさか見逃してくれるとは。この辺りからの恋と勝意どんどん良いキャラになっていく。恋と勝意も変わっていってる。復帰が早いよ月島軍曹。なんで動けるんですか。2時間動けないとは何だったのか。月島がもう目覚めた。そしてまた寝た。谷垣はすっかりアイヌスタイルが似合うように。インカラマ守る谷垣かっこいい。2時間動けない麻酔を打たれてここまで動けるバーサーカー月島。さすがに軍人なだけあって月島つえ。またぎなめんじゃねえぞ。毎回思うけど、尻相撲してたみんながバラバラになって殺し合うの見てて心が痛すぎる。月島ずっと血管浮き出とるやんけ。青筋立てた切れた月島怖いどころ出すターミネーターだ。許せってそういうことか。つくづく馬に厳しいアニメである。改めて惚れ直すぜ。声優ってすげえ。マジで抱えて走ってるじゃん。源次郎ちゃんもインカラマも頑張れ。月島軍曹があまりにも強すぎるんよ。月島の原動力って何なんだよ。怖いよ。人間が混沌するレベルの麻酔に抵抗するってやばいな。妊婦抱きかかえて一晩歩ける谷垣もやばいよな。妊婦を運びながら長距離を走るとかマジですごいですね。やっぱり安心の淵の家だよ。淵さんのところまで何とか来れた。淵ばあちゃんの後ろにいる赤ん坊はまさにおそまちゃんの母って感じやな。おそまちゃん絶対わざと踏んでるよね。この見張りの人も日露戦争を生き抜いた人なんかな。頼れるさん待っているもんだな。うつ伏せとかなかなかにしんどい。迎え撃つ前に向こうから来ちゃった。速攻フラグを回収するな。月島はアルタネの嫉妬もある気がする。もうすべてが怖い月島軍曹。白馬の王子様恋と勝意。恋と勝意白馬なの受ける。恋と来た。覚醒しつつあるよ。その格好で飛び出してきたのか。恋と勝意が止めるのがいいよね。いくらなんでもブチギレすぎでは。こう言っちゃなんだけど月島軍曹嫉妬してるよね。
上官命令、かっけえよ恋と少尉。ここで上官命令使うのかっこいいよ。恋と少尉株が上がり続ける。ここの恋とさんかっこいいよな。ほんとさすがゴルカムズイーチの光属性、恋と音の芯。利用されていることは承知の上、鶴見注意を見届けるのが恋と少尉の正義なんだな。エドバイ君のこと気にしてたんだ。月島、月島さんもいろいろとギリギリだったんですね。月島は失ったものが大きすぎたんだよね。コイトちゃんはやっぱり上に立つ人間だよな。ちゃんと暴走を止めようとしてるのはやはり上官としての責務があるからよな。エゴグサちゃんの顔がようやく。エゴグサちゃん、べっぴんさん、殺しに来た相手のおさんを全力で助けることになってて、草ナチュラルに仕事振られた。ターミネーターから子守に。月島、子供受け取るんかい。おそまママの仕切りが素晴らしい。アハハが最強なんだわ。赤ちゃんと遊んでる月島癒しすぎる。子供月島に預けられるって判断したお母ちゃん強い。ほんとこのアニメすごいよな。さっきまで殺し合いするところだったのにワンカットでガラッと変わる。アイヌ式のお産やるアニメなんて人類初じゃないの。あれ、恋と少尉が抱っこしてる。子守が恋とにバトンタッチしてるってことは月島泣かれたのかな。あ、生まれた。うん、これは谷垣にしぱの子だ。よかった、無事に生まれた。よかったね、よかったね。一物とへその緒を間違う谷垣。失った命もあるが誕生した命もある。このアニメは泣ける。谷垣にしぱ男泣き、こっちも泣いちゃうよ。良さすぎて俺も感動して泣きそう。女の子の初恋の移り変わりって早いのよ。ぐるぐる回想やめろ。あの後から鶴見注意見た時に取り乱さなくなったんよ。恋と少尉が光属性の男に変わった。恋と少尉もまた旅によって成長した一人やな。恋と少尉の成長が目覚ましい。手に出たら写真。あの写真は確かに一瞬意味がわからん。月島の千里眼、何が見えたんやろね。あそこで必要ないって言えるから月島軍曹好きなんだよな。この時から恋とさんが月島の次の生きる師となってくれたのかな。ああよかった、谷垣とインカラム。死ぬ人が多い中新しい命が誕生するこの回が好き。ついさっきまで殺し合いしてた連中が一丸になってお産の手伝いするというシリアスとギャグの幅がありすぎんねん。主人公組が一切出てなくても面白いわ。シリアスとギャグの切り替えも見事。最悪妊婦まで殺されかねない超緊迫した状態からいきなりギャグシーンなんて他の漫画やアニメじゃなかなかできないと思う。作者の才能が恐ろしい。ゴールデンカムイの緩急の付け方ほんま紙一重よな。殺し合いしてた男3人がいきなり出産の手伝いし始めて、なんやかんや3人とも生き残るなんて下手したらご都合すぎて叩かれる。わかる、シリアスとギャグが厳しいが優しい世界を醸し出してる。ナローのザマー系とは真逆や。いい話な回だけに気合い入れて作られてたな。谷垣とインカラマは幸せになってほしい。今回は展開が丁寧だったね。てか自分の夫のことスケベなクマちゃんってインカラマっか言ったのかよ。漫画で読んだ時もこの一連の話はいろいろ泣けたけど、声の演技が入るとさらに良かった。谷垣がまっちゃん迎えに来た場面や逃避行はこの変態まみれ漫画の中でも少女漫画みたいにロマンチックだった。谷垣、インカラマ、月島、恋とみんなうまいベテラン揃いだから聞き応えがあった。これが月島にしぱの正義なら、のりんとしたまっちゃんのセリフとか銃を下ろせと命じる恋とのこれまでと違う芯の通った声とか、各キャラの心情や覚悟がよりリアルに感じ取れる。伴侶と子供を命に変えても守る谷垣夫婦の相思相愛もだが、他人の赤ん坊も皆で大事にするアイヌの愛の文化とか、自我も愛も捨てて命令しか考えないゾンビ同然だった月島が過去とケリをつけたとか、そんな部下を心底気にかけてるからこそ道を正そうとする恋との思いとか、各自の様々な形の愛がいっぱいだった。アイヌの女は強いな。谷垣にしぱとインカラマか見逃されてホッとしたわ。妊娠中に大怪我したしつわりとかいろいろあって一人で耐えるの辛かっただろうけど、ちゃんと入院中に金稼いで谷垣に自分の挙手知らせる手はずも整えてる。インカラマッツへ。とりあえず源次郎ちゃん可愛いよ。源次郎ちゃん、まっちゃんも赤ちゃんも無事でよかった。谷垣の中の人の熱演にちょっと泣いたわ。口の声と言葉のリズムが可愛くて久しぶりに聞けて嬉しい。谷垣熱演でぶっと来てしまった。カラフトの4人旅でバカやってた頃を思うと、ああいう決着になってほんとよかったわ。この回の月島っていつもと比べて情緒不安定で、原作でもおかしいとか言われてたな。谷垣とインカラマを見てると、失った愛する女のことを思い出してどうにも冷静ではいられなかったんじゃないかね。
冷酷無慈悲に見えても上官である恋と少尉に対してはなんだかんだで従順な月島軍曹もなんか好きだな。月島はイカれてるけど脳破壊されまくった数みたいに思える。宇佐美はナチュラルボーン、真面目すぎるから自ら壊れることを望んでるところあるよな。恋と少尉ってほんと部下思いだよね。キロラン家が襲ってきた時には己よくも私の部下たちを追おうと憤慨してたし、この回は原作でも一番のお気に入りだから力入っててよかったわ。恋と最初いけすかないボンボンだったのに敵側の両親みたいに成長してるな。恋と少尉が源次郎ちゃんたちに感情移入してたのって、彼らは私の未来の姿かもしれないと考えて共感してたからなんだろうか。鶴見注意に依存せず今後のことは自分自身で選択するみたいなこと言ってたし、鶴見注意の忠実な僕だった恋と少尉はもういないんだなと思えるね。原作見たとき家長はまだ生きてるかと思ったけど、マジであそこで死んだのは驚いたわ。家長が倒れてたシーンは月島に撃たれた血だまりが腹部の曲線を作り出し、インカラマップ守ったことで憧れの妊婦のようになったことを表してるという考察もあってすごく印象的だったんだが、あっさりだったな。しかし家長をあっさり殺してしまってよかったのかな。優秀な医療担当者だというのに、第7師団には家長の代わりはいくらでもいるんだろうか。もうまともに鶴見に忠誠誓ってるやつが宇佐美しかいないという事実、こういう心意気好きよ。何これ欲しい。これめちゃくちゃいいな。すごい、これはいいな。この商品ずっと気になってたけど、とうとうコラボしたのか。先週の宇佐美少年サイコパス話から打って変わって、インカラマンの出産脱出逃亡劇な展開でした。まさかゴールデンカムイで感動するなんて。谷垣にシパとインカラマ、よかったね。末永くお幸せに。出産シーンがかなりリアルですごかったな。なんかいろいろと昔の出産道具も出てきて、作者の知識が恐ろしいな。最後に谷垣とインカラマを見送る時の淵のこれ以上ないくらい優しい笑顔が印象的で、めっちゃ良かったです。月島との逃亡劇はもうドキドキしながら見てました。死ぬな死ぬなと思いながら緊張感あったな。恋と少尉が来てくれなかったら二人とも死んでたと思うと、マジで恋と少尉グッジョブ。恋と少尉はこの作品で一番の成長株なキャラだと思います。今回のお話はまさに彼と月島のターニングポイントになりそう。月島もここに来てだんだんと心情が変わっていってるのがいいですよね。この二人の行く先が非常に楽しみです。しかし家長はかなりあっさり言ってしまったな。悪役が最後にちょっといい人になるムーブだったんですが、これで谷垣とインカラマンの出番は終わりなのかな。後から杉本組と合流しそうではあるけど、どうなんだろう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。